刺激的なお店でした。今日は何を買われたんですか？ポニーベーカリーのパンと、まあ、食べてて。パンも買われたんですか？そうですね、いつもだったら2時間ぐらい並ぶので。あ、そうなんですか。めったに買えない。あ、そうなんですか。幻のパン。パン屋さん。ああ。はい、すいません、上から。お気をつけて。ありがとうございます。ちょっと見てもいいですか、買われたもの。うわー、めっちゃすごい。おすすめのパンなんですか？なんで田中さんの敷地でやることになったんですか？私もそうなんですけど、やっぱりこうお店を個人でお店をやってるにあたって、やっぱり刺激って私も大事かなと思ってまして、やっぱり私もエキサイトしたいなと思って今回はい行きますね。はい、チーズ。近くでも取ってきます。あ、はい、チーズ。あそこに会社があるんだよ、大根のあれ、配り大根。全然社長頑張ってますね。はい、また来ます。はい、はい、頑張ってください。すいません、やってるのはありがたいが、その専用に、はい、どうした？なんで広島から？夏休みどこ行きたいって言ったら、ここに来たいって、花咲行きたいって言ったんで。夏休みにここ来たいなと思ったんですか？何がそんなに行きたいなって思ったんですか？安いって聞いたから、安くて見てみたかな。どんな人がいろんなの。写真撮りましょうか。行きます。はい、チーズ。はい、チーズ。何枚か取りますね。はい、チーズ。はい、チーズ。ありがとうございます。テレビを見てね、来たんね。社長と会ってどうですか？どうですか？大好き？どういうところが大好きなんですか？お仕事させてください。お仕事できるところ？テレビの人。絶対笑わせる。なんで？純さんは昔どんな子だったんですか？昔やんちゃもやんちゃや。小さい時からそれこそケーキも食べた。別に金が欲しいわけじゃない、欲しいもんがない。
欲しいもん何も車も欲しくないし、はい、強いて言うならもう絶対手に入らんもん、あの今欲しいはあの宝くじ込めたら全部当たるみたいな、あそういう強運が欲しい。そういうあのその運で3億円当たったらどうする？決まったあの商品になる。配る。なんか無差別ただやってやりたい。かっこいい。無差別ただ。はい。はい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。お味噌取る。お豆腐もろた。あの冷ややっこだね。ものをサダにしてるんですか。あの協力、あのうちを見て、あ、あのまたお客さんに歓迎するはいいわっていう社長さんがおったり、このうちらもそのしたいって言って協力してくれたけん、もうだ配ってしまおうか、え、な配って。すごい。こんなことも長い続いてるんで、なんかこともやっぱりしんどいんで、当然うちもしんどいんですけど、なんとか頑張ってやるよ、そういう、いつまでもこういうのは続かんとは思うんだけど、いつまでとも限らんのですけど、やっぱり皆さんに元気になってもらいたいのが一番ですよね。すごいですね。同じやっぱり愛媛の企業としても、やっぱり賛同せざるを得ない、あの熱量は。まあただの営業なんですけどね、僕は。やば。そうなんや。喜んでくれてるのがすごい良かったです。あれ。こちら当店スピード商品ですが、食べてみてください。すいません。入れときましょう。何から乗りますか。あちらでポリ袋で。ありがとうございます。まあでも実際本当うちの商品はあんまり安売りしたくないよっていう企業もだいぶあるよ。商品もまた9月から値上げでね、1ヶ月ごとに値上げしようって、値上げはまあしゃあないとしても買ってくれるけん返せやっていう話、還元せよっていう話。値下げとはあの意味が違うけん、同じ200円のものを100円で売る結果は一緒なんやけど、でも考え方の問題で200円のものを100円の価値にしてしまうんじゃなくて、うちは還元しようね、買ってくれるお客さんにっていう考え方を持てば、あの同じ値引きしても気持ち違うんじゃないかなと、損じゃなくなる感じ。そう、うん。スイカですか。スイカです。半額です。でこれで貼ってマイナスになるんかプラスになるんかも知らんから別に幸せです。シール貼ってんの幸せなんすか。幸せです。シール明日はね、あの冷食がトラックで作ってね、大阪から、それを
国士にマック交わして、はい、で、まあ、国士もあの自分のためにやってみるって言ったら、あの、今は半額派でやるけど、俺の金や、誰もできる。半額派のが、なんぼ、なんぼ、ただであげようが、自分の懐いたないと、刺激もなんもないじゃん、国士自体。だけど、それだったら、生ぬるい感覚しか持てんけ、自分がこうたもんで、それで利益上げるんか、それでともするんか、その感覚を教えない感じで、まずやる。おし、ちょっとこれ。これでいいね。練習音を交通で使い取ってもらって自分の金で牧師割りに行こう。自分の金で、そう、牧師がまず音は交通で職を買い取って、で自分の金で割りに行く。ヒリヒリしてますよね。さあ、何割引き？大丈夫だったんですか、その指摘に。というか結構、吹くところが本当にヒヤヒヤはしますよね。刺激、俗に言う刺激なのかもしれないですけど、まあ、楽しいですよ。見つかりました、本当の損。本当の損は分かった。え、分かったよ。やりたいことがやれんことよ、はあ、思ったことがやれんこと。俺を止めてみる。俺の進行を止めてみる。すごい交流ですね。うわ、すごい。玉ねぎもいるよ。これは、
を食べてます。あ、はい、19番。何に使うんですか？お店で、この間から使わせていただいて。お店？1時間放送されてましたよね、はい、それでなんか、こちらの店舗が違う店とも経営、なんか提携されてるって、はい、ちょっと噂で聞きました、はい、あ、そっから。へぇ、熱い。何人だと僕は待ち言うんだ。はい、お待たせ。うわ、はい、すごいですね。うわ、これがご飯で、中華丼です。はい。